パワハラ上司に精神と胃をやられ転職をした。今日が出勤初日。城崎です。よろしくお願いします。全く表情が読めない。この人もまたパワハラ上司だったら。百瀬、集計しておいた。手書きメモです。まありがとうございます。でもそんな不安も思わず吹っ飛ぶほどに。すまん、こちら。新しい上司はド天然でした。同級生に会いたくなるな。あいつら今何歳になったんだろう。主任とタメだといいですね。誰も私に興味ない。もう課長しか見ないっす。寂しいわけないにゃ。新しい上司との楽しくて癒されるお仕事コメディ。新しい上司はド天然。テレビアニメ化決定。乾杯。いつの音？